はいどうもデフロックバイナル始まりました。私が半端ないハンクガイレベゼン飯坂温泉デフロックの MC ターキンです。よろしくどうぞ。ということで前回はね、ジブラさんのこれ紹介しましたね、ミスターダイナマーというねー、ということでね、だんだんねジブラさんもテレビの露出とかもいっぱい増えてきてね、音楽番組とかも出るようになって、で、わすげえ嬉しいなーなんてこう一ヒップホップファンとしてはね、思ってたんですけども、その中でもねやっぱりねヒップホップっていうのはアンダーグラウンドだろうっていう、考えを持ってる人たちも結構多かったんですよ。だからジブさんとかがねこうテレビとか出てくと、あポップになっちまったなって、売れちまったなとか、あもうセルアウトだわ、もう魂売っちまったなみたいな、売れ線に路線変更したかとかいう人たちもね、まあ本当周りとかでもね、いてヒップホップファンの中でいるんですけど、でもヒップホップっつうのはもうそんなんじゃねえんだよっていうね、もう売れたからどうのとかじゃなくて、まあね、ヒップホップ自体がもうブリンブリン鳴り上がり、もう売れてまあ行こうっていう文化もありますし、まあもうパーティー文化っていうのもあるんでね、もう楽しくやるところにこうターンテーブルがあって、そこでね、もともとはラップっていうのもスタートは DJ ですからね、 DJ やってその DJ の曲のね感想の部分、のところにこうねこうもっとディスクジョッキーですよ。もう曲をかけて、そこでね、盛り上げるためになんとか、いや、ヘイ、ヘイ、盛り上がってけ、みたいな言ってるのが、まあ、ラッパーになってくわけなんで、その煽りですか？まあ、なんで、だから、そういうパーティーで、よく言うのは、ね、貧しい人たちが、こう、声を発していくためにラップしてんだ、みたいなだけしかないと思ってる人たちが、やっぱりね、今みたく、こう、ネットがね、発展してないんで、昔はね、本当に、今が2、30年前とかね、もうやっとアイモードが出てきたぐらいですからね、もうピッチとかね、もう、俺らの高校の時だって携帯がないですからね、そもそも、しもしもの、あれが、ね、社長とかが持ってたぐらいの感じなんで、だから、そういう情報がね、入ってこないんで、だから元々のヒップホップなんて、まあ調べればって出てくるんですよ。どういう流れでヒップホップできたっていう。だから今このご時世で、ラップっていうのは日本人がやんなんて出せんだよ。やる意味がないんだよ。ああいう、ゲットからね、あの日民街とかで、土地の声を上げるためにって言ってた人は多分ね、スマホとかグーグルとか知らないんじゃないですかね。こう成り立ちをね。だから未だに止まって言ってんだと思いますけどね。そんなね、それ置いといて、これジブラさんが、そうやって売れちまったら、もうね、ラッパーじゃねえぜ、みたいな、当時の、そういったね、ファンとかね、まあ、アングラやってるラッパーの人たちの中でも言う人もいたんですけども、っていう中で、アルバムを出しました。これです。こちらのアルバムを出しましたね、ジブさんが。です。この前かけたね、アルバム入ってますよ。ミスターダイナマイトも入ってます。で、この中で、やっぱ俺たちがね、いつもね、この頃スノーボードにね、もうしょっちゅう行ってて仲間で、で、そこでヒップホップとか、ちょっとね、メロコアも聴きつつ、ハードコアも聴きつつ、パンクとかもいろいろ聴きつつ、そこにヒップホップがどんどんこう入ってきてる感じです。こういうヒップホップもいるよ、こういうラッパーもあって、みんなね、会う時に CD とか持ち合って、車の中でね、片道2、3時間とか、会津の方とかまでね、行くんでシーズン券とか買ってね、片道、1時間半とか、雪の時だって、ね、2時間とかかかるね。で、聞きながらみんなあだこうだ、それぞれの情報ね、持ち寄ってね、雑誌で見たとか言いながら行くんですけどもね、これが出たんです。ちょうどその頃にね。それで、この中で、俺がね、あー、来たーと。俺はもうジブさんとかも聞きますし、結構ね、アングラのも聞きますし、スチャダラパーも好きだし、もういろいろ何でもね、かっけのかっけっつって聞いてたんで、だけどなんかアングラじゃね、売れちまったポップだとかいう人たちに対して、ジブさん的なアンサーが入ってる曲があるんで、それを聴いてください。こちら。渋いね。やっぱこの頃アングラでいらしいぜ。知ってるよ、あれだろ、ダイナマイトとか出してるやつだろ。ダメだよ、もう全然ダメだよ、売れたったりし、ポッポ売れちゃダメって金子さん言ってたぜ。知ってるよ、あれだろ、テレビとかにも最近出てくるやつだろ。テレビとかはメジャーなやつなんだよ、お前。ポッポはやっぱアングラなんだよ、アングラ。わかる、お前アングラ。知ってるよ、あれだろ。いやこいつは全てのカタログヒップホッパーへ。
自分じゃ何もできねえノンビリーバーぜ。ジブラも売れたからポップだとか言ってるプレイヤーみたいな。やばい、かっこいい。これで震えましたね俺ら。その通りのジブさん、いけた時に、俺たちはもうね、いやーよくやってくれたと、そのね、冒頭仲間でね、聞いてて超バカンしてんじゃないですか、この先輩と後輩みたいなのがこうね、今来たり、よく分かんなかったって人はもう一回ちょっと YouTube 巻き戻して聞いてみてください。そしてね、先輩と後輩みたいなの見て、先輩が言うんですよね、ああキングギドラいいよな。キングギドラっていうのはもうジブさんたちがねやってたグループで、3人組でやってたんです。 それが結構、まあ、アングラというかね、ゴリゴリのもうやってて、で俺としてはやってることはもう変わってないと思うんですよね。本当にメッセージ性もあってめちゃめちゃかっこいいですけど、でもうあキングギドラかっけえなーってとこから始まるんですよ。さっきのかっけえなーって言って、でもあれだろジブラとかのってこうアホな後輩みたいなねやつがこう出てきて、あれだろっつって、今あのダイナマイトとか出してるやつだろっつって、この前紹介した、まあね、ジブラさんの、ね、ダイナマイトね、キングギドラ名義じゃなくてジブラさんソロで出して、でこれが今いろいろテレビとかでこう 出てる頃になってきて、この声あれだろダイナマイトとか出してるやつだろ、ダメダメもうジブラなんかダメみたいな、テレビとかメジャーなんかすることなんだよみたいな、やっぱヒップホップアングラでしょアングラみたいなのことを言ってるっすね。それがね、いや面白い、この皮肉って言ってるんですよね。でちょうどねその頃俺ジブラさんのねラジオ聞いてたんですよ。ビーストザライブっていうラジオやってて、でそこにねメール投稿コーナーで僕はヒップホップはもうジブラさんとかまあいろいろオーバーグラウンドの人も聞きますし、ジブラさんのヒップホップはアングラだろアングラっていう意見には賛同できませんっていうメールが来てて、ジブラさんにっていうのどう思いますかみたいなのが来てて、でジブラさんが多分俺のね最近のアルバムのあの部分聞いちゃったんでしょみたいなラジオで言ってて、あれね逆の意味っすよって、アングラだよっていう先輩風吹かしてるやつをバカにしてるっていうところだから、あれ逆の意味だからねって、あれをまともに受け取っちゃくちゃいいんだなと思って、そうそう俺たちはねもういや超小バカにしてんなってそういうね、先輩風吹かせてる、ねえ、この人ダメだよみたいな人のことで、いやー、ジブさんとこういうね、ヒップホップのね、こう、ね、広がっていくときに、ちょっとね、広がっちゃうのが、物足りないじゃないな、自分だけのものにしてたいとか、で、広がっていくと、わー、ジブラいいわけやとか、何も知らねえで言ってやがるぜとかいう、ね、人たちをうぜとか、もともと好きだった人とかね、多分ファン心理とかもあると思うんですよ。うわどんどん売れちゃって遠くに行っちゃったみたいなね、会えたのにみたいな、うん、だからミュージシャンたちはそういう風になりたいんですよね。どんどんね売れてって武道館とか行きたい、でそれがまあミュージシャンたちの夢ね、行きたいところで、いやそれをね足引っ張る、そのままでいてくれとか言う人は本当のファンじゃないと思うんですよね俺は。だからミュージシャンが行きたい夢、そこ行きたいというところを一緒になってこう応援して、どんどんこう変化していってね、ミュージシャンやっぱ変化していかないとこうどんどんね上上がっていけないと思うので、その変化を受け入れて、一緒にその同じね夢へ向かってねこう一緒に歩んでくれる存在を俺はファンなのかなと。ああ変わっちまった、このまま同じところにいてよっていう人はちょっと俺はファンじゃないかなと思って、まあ
ね、離れてきますよね。ずっと、アーティストがこう進化していくとね、あね、変わっちゃったな、つって離れちゃうと思うんで、まあ、それはそれで、またね、その人なりの楽しみ方をね、私はこういうミュージシャンがいたとか、俺自身もね、あ、こうなっちゃったなーとか、俺の好きだったらこんな感じだから、ちょっと聞かなくなったなとかいう人とかもいっぱいいるんで、ただ足だけこう引っ張んないようにして、こう言ってほしいとかね、変な DM 送ったりね、こう、今なんて遅れちゃうんだよね、こういうのはちょっと変だとか、いうのもね、やんないでほしいし、それもミュージシャンも間に受けないでほしいですね。だからどんどんやりたいようにガンガン行ってもらって、それを応援してくれるね、ファンの方々と一緒にこう行ってほしいと思います。ということで今日紹介したのはこれ、タイトルがここですね、このねサイド C のねヘイターズ、ヘイターね、ヘイト、このまあ何ヘイトスピーチとかのヘイトのヘイターズっていう、まあ曲名というかね、まああのイントロのとこですよね。で、そっからの城南ハスラーっていうところに流れていくという感じでございました。ジブさん最高。じゃあまたデフロックバイナル見てください。